入ってもいいですか、先生。はい、どうぞ。失礼します。こんにちは、先生。はい、こんにちは。私はポニカブロと申します。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。自己紹介できますか？はい。はい、自己紹介お願いします。はじめまして。こんにちは、先生。私はポニカブロと申します。今19歳です。今大学で勉強しています。チャットグラムのフォティクチョリから来ました。父の名前はシポンバルワです。母の名前はシュミバルワです。シュミはホネヨモコトです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。生年月日を教えてください。生年月日は2004年の9月の11日です。今何歳ですか？今19歳ですね。どこに住んでいますか？チャットグラムのフォティクチョリに住んでいます。住んでいますね。わかりました。あなたは、どこで生まれましたか？チャットグラムのフォティクチョリで生まれます。生まれましたね。あなたは大学で何を勉強しましたか？BHC の勉強しました。まあ、大学で何を勉強していますか？ BHC をしています。勉強しています。勉強しています。大学で何年生ですか？1年。生です。一年生です。あなたはどうして日本に行きたいですか？日本で勉強したいですから、日本で行きたいです。わかりました。日本で何を勉強したいですか？日本語。日本に行ったら何を勉強したいですか？日本語を勉強したいです。日本語を勉強した後、何をしたいですか？大学で勉強したいです。大学で何を勉強したいですか？IT を勉強したいですね。あなたの将来の夢は何ですか？エンジニアになりたいです。あれじゃないですね。日本語の試験受けましたか？はい。何を受けましたか？ JLPT テストと、NAT テストです。NAT テスト受けましたね。はい。どちらも合格しましたか？はい。はい、合格しましたね。JLPT はいつ受けましたか？去年の12月です。12月ですね。わかりました。いつからいつまで日本語を勉強しましたか？去年の3月から8月までです。8月まで。どのくらい日本語を勉強しましたか？6ヶ月ぐらい。6ヶ月ぐらい日本語を勉強しました。日本が好きですか？はい。はい、好きです。日本で何が好きですか？富士山が好きです。好きですね。日本に友達、親戚、知り合いがいますか？いえ、いません。いません。はい、わかりました。あなたは、どんな教科書で日本語を勉強しましたか？みんなの日本語です。第何科まで勉強しましたか？25科まで。日本語勉強しました、ね。わかりました。日本語の勉強はどうですか？ちょっと難しいですが、面白いです。面白いですね。はい。どんなところが難しいですか？漢字が難しい。漢字が難しいです。いくつぐらい漢字ができますか？100個ぐらい。漢字ができます。あなたの職業は何ですか？仏教です。仏教ですね。わかりました。日本に行ったら何を食べてみたいですか？寿司が食べたいです。食べたいですね。日本の生活はどうですか？毎日楽しいです。毎日楽しいです。日本料理食べたことがありますか？いえ、ありません。いえ、ありません。日本に行ったことがありますか？いえ、ありません。いえ、ありません。日本であなたの学校はどちらですか？大阪です。大阪ですね。はい、わかりました。あなたはどうして大使館に来ましたか？面接があります。ありますから大使館に来ました。ありますから大使館。あなたはなんで大使館に来ましたか？私で。大使館に来ました。あなたの趣味は何でしょうか？本を読むことです。あなたはどんな本を読むのが好きですか？小説本が好きです。はい、面接終了です。ありがとうございました。ありがとうございます、先生。